皆さんご機嫌いかがでしょうか今日は「う大人道綱の母」の歌を使ってくずし字を解読しましょう名前の右側に書き込みがありますのでいつものように拡大して読んでいきましょうまずこれですこれはどうですか です次はどうですか?「た」ですねそしてこれはいこれは「し」これはですね「ゆのように」ゆのように見えますが「いや」です。 なりという漢字を崩したものがやですこれはうですカタカナのみに見えますが漢字のさんを崩したものでみと読みますもちろんカタカナのみは漢字のさんを崩したものからできていますこれはちですね これはどううでしょうかつ。はい次は「る」のように見えますがあの最後の丸くなっているところが大きいですねこういう場合は奈良県の「な」を崩したもので「な」と読みますそして次が「の」この大きなものですが目を細くしてみてください何に見えますか 知でしょうかうこれは「もの」という漢字を崩したもので「は」と読みます漢文ではこの「もの」という字が出てくると「は」何々はという助詞として読んでいきますこの「盲腸」のようなものは繰り返しの記号です えさて本文ですがこれはるのように見えますが大きな丸ですよね下の,あのくるっとしたところが大きいですですから奈良県の「な」を崩したもので「な」と読み次はこれは「け」ですねこれは何でしょうこれはですね「支える」という漢字ですこれにてへんをつけると、 人弁をつけると歌舞伎の木「き、まあ」この「支える」という部分は音として機能する時は「き」と読む場合がありますそこから取ってこれを「き」と当てていますこれは何でしょうか左側に線がありますから何か辺のようです。生徒のと ただしつと読みます。つれずれぐさんのつと思ってください。これは繰り返しの記号です。そのこの形ですが、小さいという漢字の本当に小さいですよね。あと下にこう線が出てます。これはですね、悲しいという漢字を崩したものです。ひと読みます。 これはとそして「り」ですねこれは「ぬ」ですそして「つ」のようですがこの字の終わりを見てみるとす墨がたまっています「まる、あ、だったんでしょうねこのような形をしている場合は「る」なんです るというのは、下の字に続くような線が出ないのが特徴です。これは夜という漢字を崩したものです。そしてこれは特徴的な字です。能力の能という漢字を崩したもので、のと読みます。さあ、これはどうでしょうか。これはですね、左がひ。 そして右側は「る」のように見えますがあれは「月」という形を崩した時のものです覚えておきましょう「日に月、き明るい」という字ですそしてこの上の丸くなっているところが問題ですこれは「る」です次の字につながっているように見えますがよく見てくださいただ触れているだけです これがまこれはカタカナの「歯に見えますが数字の8「8漢字の「8を崩したもので「歯と読みます助詞としてよく使われていますさあこれは何でしょうかこれは「以上のい」ひらがなの「い」の元の字ですこの「以上のい」を崩したものですここの円の中のこの円中 イの崩しがですね、どん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 進んで、今のひらがなのイのようにやがて離れていきます。上の点も忘れてはいけません。これは可能のか、かと読みます。大きな形ですね。これは特徴的な字ですね。耳という漢字を崩したもので、にと読みます。 これは久しいですね。そしてこれは死です。これは木です。上の横棒も忘れないでくださいね。あれを忘れると差になってしまいます。おのようですが、右側が大きく膨らんで稲妻のような線が入ります。これがポイント。これは物という漢字を崩したものです。 次はこれは「と」です。ここにもあります。「つ」のようですが下の方につながっています。この場合は「可能」の「か」そして「か」と読みます。これは「は」ですね。これは何でしょうか。「下は心」という部分の崩れたようなもんですね。はい。「志」という漢字を崩したもので。 しと読みますひなどが左を向いているような形ですこれは類型の類ると読みますさてこれまで読んできたものを紙の句と下の句に分けて見ていきましょうまず紙の句ですこのように書いてありますもう少し読みやすくしてみましょう 嘆きつつ、一人ぬるよのあくるまは、ねるというふうに読まず、ぬると読みます。え次は下,下の句です。これを読みやすくしてみましょう。いかに久しきものとかは知るとなります。 この回のおさらいをしていきましょうまず書き込みのところでしたこれはカタカナのみに見えますが漢字の3を崩したものでみと読みます三田さんのみこれもこれもみですカタカナのみになっていくのがわかりますよね ここにもありました。ルではありませんよね。あの最後の丸が大きくなってますから、奈良県のナ、ナと読みます。奈良のナです。この辺は、なんとなく、今のひらがなのナにつながっていきそうですね。こうなると、ルに間違えやすいですが、このようにですね、最後の丸が大きなものが、 奈良県の名の特徴です。これは難しかったですね。物という漢字を崩したもので、はと読みます。えー、物ははです。点々をつけるとお蕎麦屋さんの看板に出てきますね。木そばの場です。これもはです。 これも意外と看板に多いですかね。無のようで無でない。これは元の漢字の形がまだ残っている形です。本文ではここにありましたね。これはまさるのようですがあの丸が大きいのでなですね。奈良県のな。また出ました。奈良県のなです。 今本部に出てきたのはこの辺りの形ですかねそれからこれこれは支えるという漢字を崩したものです木と読みます死を木と読みますこのように長いものもあります点がついているものもありますほとんど勢いとかデザイン のレベルですね。点がついてますから注意してください。こうなると世に見えますが左からいって、えー、最後の筆がぎゅんと伸びています。これは人弁のようですが行人弁ですかね。えー、生徒のと。 右側の部分の上が土になってますからこれを想像してください。つれずれ草の「つ」と読みます。「と」と読まないでくださいね。つれずれ草の「つ」です。書き順を守るとまあ誰もが同じ崩し方になります。これは 悲しいという漢字を崩したもので、火と読みます。悲劇の火、どうですかどんどん崩れていきます。やはり、下のくねくねっていう形は心でしょうね。揺れ動く心。 これは能力の脳を崩したもので「脳と読むんでしたね能力の脳を崩すとこうなります特徴的でしょう意外とあの目につきやすい字ですこれはカタカナの「8」に見えますがもちろん漢字の「8」から来ているものです「歯と読みます 八の葉、助詞によく使われます。これは以上のいがあ崩れたものです。どんどん崩れていって単純になると、私たちの使っているひらがなのいになりますよ。えー、以上のいほら、ね、えー、いになっていくでしょう。 右側の曲がり方が特徴でしょうね。上の点も忘れてはいけません。これは可能のかを崩したもので、かと読み可能のか。これも、これも、いずれもサイズは小さいです。これは大きく出てきます。耳という漢字を崩したもので、にと読みます。 長い耳は「二と読むと覚えてくださいこれもこれも「二ですここにありましたが「つ」のようだったり「う」のようだったりただサイズが小さくくるっと回っていますこういう場合は「可能」の「か」をまず浮かべてください「可能」の「か」です えー、うとかつに見えますが、サイズがとにかく小さいんです。これは、えー、下の模様の上に重なってますが、志という漢字を崩したもので、しと読みます。えー、志村さんのし、これもこれも、やはり下の部分は蛇のようですが、心を崩した形です。 そして、えー、この歌の最後はこれですね。えー、類型の類。類と読みます。類型の類はどうですかやっぱりこうひ、うん、な鳥というか若鳥が左を向いているように私は見えます。まあ皆さんはどのように見えますかねそれが皆さんの識別の サイに役に立つと思いますそれでは他のバージョンで読んでみましょうまずこれですいきなり難しいですねこれは難難しいという漢字を崩したものですただしここでは仮名として使われていますのでナと読みます難のナ えこれは何でしょうこういう字です。のぎ辺をつけるとーえーまあ同じ読みですがこれは「けう」の「け」希望の「き」ではなくて「けう」という熟語で覚えてください。「け」と読みます。さあこれは先ほど。 おさらいのところでちょうど出てきた形にそっくりですねどこで見かけましたか支えるという字これ「木」と読むんでしたね人弁をつけると歌舞伎の木底辺をつけると技術の技。木」という音を表すものです次は「川」ですがこれも「金として使われていますのでここでは何て読むかというと つです。川をどんどん、えー、崩していくと、えー、平らになって丸くなってきます。そしてこのひらがなのつになっていきます。これは繰り返しの記号です。どうですか思い出しましたかこの字は悲しいという漢字を崩したものです。ひと読みますよ。これはとですね。 これは何でしょうこれはですね和のような形ですけどもこんなふうに小さく出てくる場合は和ではないんです和というのは平和の和数ですねあれを崩したものですがこれは実はそっくりですが違います元の字は利益の利そして利と読みますこれですがうさぎさんのようですね「ぬ」 次はちょっとひよこのようですが「る」ですえさあ,あ右を向いてうつむいてますがこれは「与える」という漢字を崩したものですこれからどんどん円の中が崩れていくと「よ」になります。よさくのよ 左側に縦棒がありますから、何か辺のようなものですね。はい、山随に農業の農、農という漢字を崩したものです。ここでは仮名として使われていますから、農と読みます。これはあですね。そしてこれです。これはくです。左下に重心があります。 これが特徴です。久しいという漢字を崩していくと、この句になります。久しいという漢字はそうですね。久美子の句と覚えてください、えー。次も何か変のようなものがありそうですね。えー、左側に縦になってますから。これは三随です。流れるという漢字です。何て読むかというと、流ではなくて、ると読みます。る人とかルテン、ル天と あるいはルフオンルなんていう熟語がありますがあの場合はルと発音してますねそこから流れるという漢字をルに当てていますこれは1本足りませんが「ま」ですこれは「は」ここに飛びます どうでですすか以上のいですね。だんだんひらがなの「い」に近づいています。「い」と読みます。上の点も忘れないでくださいね。可能のかを崩したものでかと読みます。出ました大きな形長いですね。長い耳は「に」と読むんでした。長い耳は「に」と読むんですね。 これは日です。さ、これですが、これはさですえ。もともとは左という漢字ですね。これが崩れて、今のひらがなのさに近くなっています。これはしですね。これはきです。きの場合は、えー 斜めに左に傾いています。これが特徴ですよ。まっすぐになるとまっすぐになって線が三本、横線が三本になると連絡の連。木はちょっと斜めになっています。ご機嫌斜めみたいな感じですね。これはもう崩したものです。 えー、崩し方の種類が多い感じですよね。毛髪の毛、毛という感じです。これはのですね。たまに出てきます。登るという漢字を崩したもので、とと読みます。登山のと。さあまた出ました。 右側の上から2番目と同じです上の点も忘れてはいけませんね可能のか「か」「か」と読みますこれは何でしょう「志」と読んでしまいそうですがよく見てください「心」っていう字がです、ね、あんなに縦になっているとはあ,あまりありませんこれは「物という漢字を崩したものです仮名として使われていますから「は」と読みますよ 長いですから、これは死です。さあ、雛鳥が左を向いている形、何でしたっけ類型の類。そうです。ルと読みます。いかがでしたかお疲れ様でした、えー。二重まぶたですね。なかなか美人です。ゾクゾクしますね。 次回は「義堂三子の母」の歌を使ってくずし字を読んでいきましょう。それでは皆さんまたお会いしましょう。さようなら。